サンチョ六世は、ナバラ王国の国王。剣王あるいはサンチョガルセスとも呼ばれる。ガルシア六世と王妃、マルガリータの息子。1150年に、父の後を継いで王位についた。サンチョ六世は、称号からパンプローナの、を除いて、単に、ナバラ王を名乗るようになった。1180年にギプスコアの港町さん、セバスティアンにフェローを与え、開運。 通称を法制化して発展を図った。ナバラはサンセバスティアンに見られるようにフェロによる都市化が進んだ。また彼の知性はアラゴン王国やカスティーラ王国との対立で占められた。1168年にアラゴン王アルフォンソ2世と密約を交わし、バレンシア王権ムルシア王位分マルダニー主の領土分割を画策して侵攻したこともあったが、1164年に 妻の老いにあたる幼少のカスティーリアをアルフォンソ8世に狙いをつけ、レオン王フェルナンド2世と結託して、東のラリオハへ侵入すると、1173年にアラゴン・イングランド王ヘンリー2世の協力を取り付けたアルフォンソ8世に反撃され、同年にカスティーリアが有利になる形では牧した。しかし、1190年にカスティーリアに反発したアルフォンソ2世と同盟を結び、 1> 翌1191年に、ポルトガル王三種一世、レオン王アルフォンソ九世を加えた、反カスティーラア同盟を成立させた。また同年、カスティーリアへの対抗から隣接する、アキテーヌ公も兼ねていたイングランド王リチャード一世と、娘のベレンガリアを結婚させ、リチャード一世から、バスナバールを与えられた。サンチョ六世は年月日に、パンプロナで死去し、 超子三女七世が王位を継いだ。1157年にカスティーリアをアルフォンソ七世の王女三茶と結婚し、以下の子女を設けた。ありがとうございます。